六代目、小福亭四角は大阪市福島区出身の落語家。所属事務所は小畜芸能。情報落語協会会員。本名は松高義和。出林、段尻。前名は小福亭小鶴。1975年1月1日に五代目、小福亭四角に入門。翌1976年3月に。 大阪府立設津高等学校卒業後、同年12月に新世界新可月初舞台。1978年からは毎日放送のスタジオ2時のコーナー、テレビ歌謡体操の体操のお兄さんで一躍、注目を浴びる。ところが同年以降、師匠の枝鶴が波紋と復帰を何度も繰り返したことから、1984年より大師匠の六代目、 小福帝昇格問題移る。1982年12月14日、桂小春誠とコントユニット、ギャグ生誕隊を結成。1986年9月5日に大師匠の昇格が死去。翌1987年に6大目昇格一周期、記念落語会が行われたが、そこで大鳥を務める、はずの枝鶴が欠席し、このために、 ところぞくの小畜芸能を契約解除の上、情報落語協会からも追放されて完全引退するという事態を引き起こしてしまい、これ以降小鶴は元師匠の五代名だ鶴とは現在に至るまで音信不通に陥ってしまっている。香川県で行われているか、川落語塾では大人や子供に落語を教える塾長として活動している。KBS、志賀、三々ワイド。 市が、山口放送ラジオ、ネットでドタキャン、テレビ山口、テレビ山口くん、西日本放送、情報天もりラジオで、ドン、日曜 V、V、V、テレビ、おはよう落語など、司会者業も幅広い。テレビドラマ等にも出演。2008年7月12日に、6代目、小福帝資格を襲名することが発表され、2010年10月22日、 国立文楽劇場での襲名披露工業を皮切りに、天馬天神繁盛亭、旧、コンピラお芝居、ルネッサ・ナガトでも襲名披露工業を開催、六代目昇格直系の弟子が総出演する。ありがとうございます。